また金を破って霊を喧嘩の道具にしたわね、花ちゃん。とにもかくにも霊禁止。この力が誰かにバレたら大変なんだから。またやったらもう一発食らわせるわよ。修験の極みを。誰の噂？聖玉を！らっしゃい。それより最近この町に妙な気配を感じるの。念のためポンチとコンチに調査をお願いしてるけど。何よ、騒がしいわね。そんなに落ち着いてる場合じゃねえって。ようやく妙な気配の正体がつかめたんだ。だって彼らはとうの昔に滅んだはずじゃん。今の激しい浮力と浮力のぶつかり合い、始まってしまったわ。急いで、リュウ。おいおい、この渋滞で無茶言うなよ。それほど相手はやべえのか。当たり前だって、彼らは覇王の末裔だってんだろ。そんなはずは。だって私は確かに陽明様から